かがお過ごしですか。宇和島市市政広報番組ナビゲーターの小川瑠衣です。今回は宇和島市の職員採用について、総務課人事係赤松玲奈さんにお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、宇和島市の職員採用について教えてください。はい、宇和島市では市で定めた計画などをもとに、年度ごとに採用する職種人数を決定し、職員を採用しています。令和4年度に募集した職種は次の通りです。事務職だけでなく、医師や保健師、保育士など専門職も合わせて、定年退職者数や人員が不足している職種を考慮して募集しました。結果的に採用がかなわなかった職種もありますが、おおむね計画通りの採用ができています。採用試験の内容はどのようなものなのでしょうか。今年度の採用試験は第1次試験、第2次試験の2段階方式で実施しています。第1次試験では筆記試験、面接試験、適性検査の3つが行われ、合格基準を超えた上位の受験者が第2次試験の面接試験に進むといった流れです。最終的には第2次試験の結果で合否が決定されます。職員として採用されるには複数の試験を突破する必要があるのですね。宇和島市の採用試験の特徴があれば教えてください。はい、採用試験の特徴の一つ目は、面接試験を第1次試験から行っていることです。宇和島市では筆記試験の成績だけでなく、第1次試験から人柄や意欲なども含めて評価し、人物重視の選考を実施しています。2つ目は、民間企業の多くが取り入れている総合適性検査 SPI3 を筆記試験に導入し、公務員試験対策が不要な試験区分を設けていることです。3つ目は、4月に受験申し込みを受け付けている早期募集において、遠方からの受験者が受験しやすいようウェブ面接を導入していることです。受験者にとっては公務員試験の勉強時間を確保することが難しいことや、宇和島市外に住んでいて試験会場の宇和島市まで何度も行くことができないという問題があります。そこで県外へ進学した学生や働きながら U ターン就職を検討している方にとっても、受験しやすい採用試験を実施しておりますので、宇和島市で働きたいという多くの方にチャレンジいただけることを期待しています。公務員試験というと試験が難しいという印象がありましたが、民間企業で取り入れている総合適性検査 SPI3 の導入やウェブ面接の活用など、オンラインでの面接試験も導入されていて受験しやすくなっているのですね。実際に採用試験の受験申し込みはどのようにすればよいですか。はい、職員採用試験の受験申し込みはインターネットによる電子申請で受け付けています。パソコン、スマートフォンから受験申し込みをすることができますので、詳しくは宇和島市のホームページをご覧ください。赤松さん、ありがとうございました。では続いて、実際に宇和島市の若手職員からお話を伺ってみたいと思います。入庁3年目の企画課山本さん、農林課木田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずお二人はどうして宇和島市役所で働くことを志望されたんですか。はい、私が志望した理由は、地域の方々と密接に関わり生活をサポートする仕事がしたかったからです。私は宇和島市出身ではありませんが、小さい頃から宇和島市を訪れることが多く、温かい人柄や町の雰囲気に魅力を感じていたので、地元ではない宇和島市役所を志望しました。私も出身は宇和島市ではないのですが、大学生の頃に初めて知った宇和島市の豊かな自然に憧れを抱き、興味を持ったことがきっかけで志望しました。また宇和島市が平成30年豪雨災害で被災したことを知り、大学で培ったスキルを生かして災害復旧に尽力したいと思ったからです。お二人とも宇和島市の持つ雰囲気や住民の人柄、自然に魅力を感じ志望されたのですね。
現在はどのような仕事を担当されているのでしょうか。私は地域振興の支援を担当しています。具体的にはイベントの実施や各種交付金の交付、郵便局などの地域団体と連携した事業の実施などです。提案書や報告書を作成する際には他部署の職員と連携を取りながら情報を集める必要があるため、大変な場面もありますが、業務を通して市民の方々と直接関わることができ、新しいことに取り組んでいく仕事なので、刺激があって楽しい毎日を送っています。私は農地や農道、水路などの農業用施設の工事、ため池や林道の開設工事など農業・林業に関わる工事を担当しています。宇和島市は特に急峻な場所も多く、現場に向かうだけでも一苦労ですが、自分が担当した工事が地域の役に立っていることを感じられるので、やりがいも大きいです。やりがいを持って仕事に取り組んでいる姿がとても輝いていますね。これから宇和島市を志望する方に対して何かメッセージはありますか。はい、宇和島市の魅力は住民の温かい人柄や町の雰囲気がもたらす日常の豊かさだと思います。住みたくなる、帰りたくなる、連れて行きたくなる町を目指して、宇和島市を一緒に盛り上げていきましょう。宇和島市は真珠や柑橘など全国に誇る農林水産物を持ち、全国に誇る魅力がたくさんあります。山、海を感じることができる自然豊かな環境で、あなたの知識や経験を宇和島市で生かしていきましょう。山本さん、日高さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実際に働いている若手職員のお話を聞いて、受験される方が増えると嬉しいですね。それでは職員採用試験を受験して採用されるまで、具体的にどのようなスケジュールになっているのでしょうか。はい、今年度の職員採用試験は試験区分に応じて4月から試験を行っている早期募集に始まり、5月中旬から受験申し込みを受け付ける第1期募集、8月上旬から受験申し込みを受け付ける第2期募集まで実施することを計画しています。例年一番受験者が多い大学卒業から30歳までの方を主な対象者とする第1期募集の採用スケジュールは次の通りです。従来の公務員試験を実施する行政事務 A や公務員試験対策が不要な行政事務 B、 社会福祉士、保健士、土木技師などの専門職を募集しています。4月下旬に募集案内、5月中旬から6月中旬までの約1ヶ月間を受験申し込み期間、7月上旬に第1次試験、8月中旬に第2次試験、8月下旬に合格発表という流れで実施します。早期募集は第1次試験の筆記試験に SPI3 のテストセンター方式を導入し、面接試験はウェブ面接を実施することで、宇和島市まで来なくても受験できることが特徴です。4月初旬に募集を行い、4月から6月にかけて第1次試験から第2次試験まで実施し、6月下旬に合格発表という流れで行っています。保育士志望の方や高校を卒業した方を主な受験者とする第2期募集については、8月初旬に募集を行い、秋ごろに実施します。募集時期が異なる以外はその他の募集と同様の流れとなっています。なお、民間企業等で社会人経験のある方は、採用予定者数に達するまで早期募集から随時募集しております。もし各募集時期の採用試験で採用予定者数に達しなかった職種は、冬頃に追加募集をすることもあります。採用試験に合格した受験者は採用候補者名簿に記載され、名簿に記載された人の中から翌年4月1日に宇和島市職員として採用されます。最後に
宇和島市役所を志望される受験者の方にメッセージはありますか？はい、宇和島市では8月下旬にインターンシップを実施しているほか、職員採用パンフレットを作成するなど、受験者の方に採用後の姿をイメージいただけるよう、さまざまな取り組みを行っています。市民目線でともに宇和島市の未来を考え、行動することのできる明るく素直な人材を求めていますので、心を交わるところ宇和島でやる気を生かしていただける方は、ぜひ受験をお願いします。宇和島市を明るく住みやすい場所にしてくれる多くの方から応募があるといいですね。今回は宇和島市の職員採用について総務課人事係赤松さんにお話を伺いました。赤松さん、ありがとうございました。ありがとうございました。宇和島市では移住者や若者への支援を通じて移住・定住の促進を図り、活力に満ちた町づくりを推進するため、移住定住支援金及び若者定住奨励金事業を令和3年度より実施しています。支援金の額は10万円から15万円で、15歳以上35歳未満の方に対しては同じく U ターン・I ターンした世帯員1人につき5万円や、賃貸契約等をしている場合は5万円など別途加算があります。対象になる方は U ターン者、I ターン者、新規学卒者で、 U ターン者は市外で1年以上在住した後転入した方、 I ターン者は過去市内に住所を有したことがない方となります。またどちらも令和3年3月1日以降に転入し、転入後1年以内に就業した方が対象です。新規学卒者は高等学校、専門学校、大学、大学院等の新規学卒者で、市内に住所を有し、卒業後1年以内に就業した方が対象となります。また中学校を卒業後に市内に就業した方も対象となる場合があります。申請にあたって転入および就業して6ヶ月が経過していること、市内に継続して5年以上居住する意思を有していること、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であり常時雇用者であること、転勤等に伴う転入ではないことなどの要件があります。詳しくは最後にお知らせする問い合わせ先にお問い合わせください。申請方法は持参または郵送です。転入及び就業して6ヶ月が経過した日から申請が可能となり、そこから1年間が申請期限となります。申請お問い合わせは郵便番号 798-8601 宇和島市あけぼの町1番地宇和島市役所企画課移住定住推進室までお願いします。電話番号は 0895-49-7105 です。